続いて MVP の発表です。本日 MVP に選出されたのはナンバーセブン流星ひろやファン。篠山選手もう来てましたね。ありがとうございます。おかげさまです。激しい試合でした。試合を振り返っていかがですか。もう全員で勝ち取った勝利だと思います。はい、今日はやはり東地区首位の千葉ジェッツですから、いろんな意識あったと思うんですが、どう試合に入りましたか。もうチャンピオンシップのつもりで、残り5試合戦うというところで、もうみんなで気持ち入って臨めたので、それが出だしから出たと思います。本当にチーム一丸、最後最後まで激しいディフェンスが敷かれておりました。さて、篠山選手、今週末アルバルク東京戦です。そこへ向けてのメッセージを皆さんにお願いします。はい、レギュラーシーズンホームゲーム最後の2試合になります。2試合勝って、その後も勝って、自力で本当に2位で、なんとかシーズンホームゲームでやりたいという思いでみんなで戦うので、皆さん応援よろしくお願いします。立川さんの足に念を送ってください。MVP は篠山流星選手でした。ありがとうございました。さて、